長です。最高長です。イエイ。どうせつかないんだからイエイって言ってる。皆さん、今日はですね、どうしたんですか、素敵なものを買っちゃいました。そうみたいですね。多分、買い物市場。はい。まあ僕らの中で一番高いんじゃないかな。あ、そうなんですか。買っちゃいました。聞いてます、聞いてます、噂で。聞いてますよ。なんでだからそんなさ、通販っぽいの。なんか、あからさまにさ、あ、ね、邪魔邪魔、営業トーク。あ、じゃあいい、じゃあいいよ、じゃあいいよ。じゃあいいよってやめろよ。こんなものを買っちゃいました。マジか。じゃーん。結構、パソコンが動かなくなってきてたのと、やっぱりそのデータが消えたとかで何回か投稿できなかったりしたことがあるんですよ。やっぱりそういうのも含めて、やっぱ新しいパソコン欲しいなと。ですね、はいはい、どういう動画かと言いますと、はい、どういう動画にするの？いいだろう、この MacBook Air っていう動画です。性格悪いね。ノートパソコンで一番大きいサイズ、はい、15インチなんですけど、はい、15インチの中身のメモリだったり、ストレージだったり、クロック数だったりが、もう全部、一番最大にしてあります。今後 YouTuber を目指していく方だったりとか、 YouTube で本当に仕事にしてる方とか、はいはい、そのパソコンを主に仕事として使う、動画を使うっていう人だったら、これすっごいおすすめですね。ってそれね、言われただけです。そう、リンゴ屋さんおすすめですとか使ってないんだけど。値段はですね、このサイズ、この内容のお値段で43万9千円です。いや、だからなんでそんなわなんでそんなわわーって何詰めるならちゃんと詰めて。なんでそんなわーなの。いや、そう、圧の問題じゃなくてバードの話。バードの話。そうそうそう。なんでそんなに変な踊り方すんの。え、ごめんね、普通に謝んの。もともとの値段は多分30万ぐらいなんですよ。で、中身がすごい低いところから中間から一番上からって、すごい自分で基準を作れるんですよね。まあその中で今僕らが最大にしたところが、まずメモリですね。メモリが16ギガでございます。わお。このメモリの大きさは、あの料理で言ったらまな板のデカさだっつってたね。どれだけ一気に作業が行えるか。そう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 。動画をインターネット開いて動画を見ながら、音楽を聴きながらって作業が同時に行えるのが、メモリのこの16ギガのサイズのところですね。ストレージ、はい、僕が前使ってたやつが500ギガだったんですけど、これはその倍の1テラです。やっぱり容量が大きい方が動画がたくさん入ってたりとか、重くなる心配がないんですよ。だからテラも大きい方が動画を作る人だったらおすすめらしいんですよね。クロック数っていうのが 3.1 あるらしいんですけど、これについては全く分かりません意味が。なんか説明を受けてたんですけど、忘れちゃいました。そう、あの、そう、その店員さんがね、料理に例えて教えてくれたんだけど、このクロック数っていうのは料理人のスキルだっつったね。どれだけいろんな料理を作れるか、どれだけ素早く。え、面白い。で、クワッドコアっていうのがあるんですけど、今までの僕が使ってたこのパソコンが、はいはい、まあ、頭いい料理人が2人いる計算らしいんですよ。デュアルコアですから、こっち。デュアルコアで。デュアルコア。こっちの大きい方は、はい、頭いい料理人が4人いるらしいんですよ。クワッドコアですからね。クワッドコア、まあ、もうなんかいろんな作業を頭よく効率よくこなしてくれるのがこいつらしいんですよ。持ち運びには便利かって言われたら、13インチには負けちゃうと思うんですけど、まあね、やっぱ編集してて画面が小さいの結構痛いんですよ、うん、だからってデスクパソコン買っちゃうと持ち運べないから大変、はい、だからいろんな意味でやっぱ15インチぐらいこのサイズがちょうどよかったんじゃないかなって。すごい、ね、ここから見た目とか中身の話になってるんですけど、いいよ。まずですね、色から見てもらいたいんですけど、はい、こっちが完全なるシルバーなんですよ。こっちがブラックなんですよ。あ、スペースグレーです。そう、かっこよくない？スペースグレー。スペースグレーってもう何色だよって。何色なの、本当に難しい名前。黒っぽいやつでいいよ。いやいや、そんなダサい名前嫌だよ。リンゴマークなんですけど、ちょっとこっちと違うところがあって、はい、見てこれ。あら、見て。ミラーになってるんですよ、これ。テカテカしてる。テカテカしてるんですよ。もうね、でかさね。このね、枠のさ、狭さが違うの分かる。まずここさ、いるのかってぐらい枠広いじゃん。こっちも半分ぐらいの枠しかなくて、もう最大にね、画面を利用できるわけよ。これ、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 このタッチがあるんだけど、これ、これ、プンってやるでしょ、プンってやるでしょ、開くのよ。あら、立ち上げて。やばいでしょ。音ですね。キーボードからいきます。音分かる。だけど、聞いてもらいたいのが、この音。あら。わかる？コクコクいってんの。コクコクいってんの。コクコクいってんの。いくよ。カチカチいってますね。いくよ。はい。音フェチ。こっちがテピテピいってて、で、こっちがコクコクいってんの。テピテピいってた。ここ、うん、見て、指2本で届く距離なの、これ。わ。ピースで。でも見て、これ。絶対届かないの。だから、指が張り裂けてちょうど届くくらいだね。広くなって、いろいろ移動がしやすくなったんですよ。これがすごい。で、音聞いてていくよ。聞こえる？でもこっち聞いてて。鉄叩いてんじゃねえんだぞ。鉄叩いてんじゃねえんだぞ。空気
キ言ってんの何なの本当に。ピチャピチャ言ってんじゃん。な？ツコツコ言ってんの。ツコツコ言ってんの。やばいっしょ。なんかツコツコとピチャピチャに関してはどっちもどっちだ。で、はい、一番俺が感動してるのは。結構でかいな。結構でかかったな。で、こっちが新しい方ですね。やば。やば。え、重低音すごっ。あー。こっちも小さくはないけど、こっちの方が重低音がすごいんだ。重い。今までのこの13インチの僕のパソコンにはこっちの横がなくてここから音が出てたんですよ。なるほどね。わかります。で、新しい方のパソコンはここから音が出る。ここスピーカーになってるの。ここスピーカーになってるんですか。単純にさ、ここはかっこいいよね。ここここでさ、明るさ調整したり。やばくない？ここで再生。お、すごい。まあいろんな意味でマジ最強なんですよこのパソコン。まあだってさ、まあ、言っちゃうとさ45万ぐらいするんでしょ。すごくなきゃ困るよね。まあ確かにね、中古車より高いからね。あからさまに今までと違うモデル、違う機能、もういろんな意味で本当にハイスペックなパソコンを購入しました。薄さね、これでもさ、新しいやつで薄い方なんだよ。まあ結構、まあ僕らからしてもどんな方からしてもこの買い物って大きい買い物だと思うんですよ。だけど言ってしまえば僕らの一番大事なものなんで、僕らがもう YouTube ってもので一番大切にしなきゃいけないもの、まあ、編集するためのパソコンじゃないかなって思ってて、で、それがまああんまり動かなかったら困るんで、まあ今回はちょっと長く使うつもりでこの一番ハイスペックのパソコンを買いました。皆さんも結構パソコン悩んでる人がいて、どんなパソコン買ってますか、どんなのがいいですかって聞かれるんですけど、まあ間違いなく Mac です。毎日動画を投稿するとか、しっかりそれを仕事にしていきたいっていう方だったら15じゃなくても13インチでもいいんですけど、やっぱりスペックを上げていかないと厳しいと思います。ちゃんと YouTuber を目指してちゃんといい動画を作っていくっていうんだったら、ちょっと大変でもやっぱり30万ぐらいの金額は出していいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめる、楽しめると思える動画を全力で投稿の投稿していますー。